7日に合流発表かタッキーに元金プリヘイヤ仕様も奪われジャニーズが騎士改正かけるグループ。ジャニーズ帝国がさらなる窮地に陥っている。創業者のジャニー北川氏の性加害問題の消しに追われる中、昨年10月に同事務所を退除したタッキーこと滝沢秀明氏が新たな帝国の地固めに入ったからだ。 7月2日には自身が立ち上げた株式会社トベに元 V6 の三宅県が合流すると発表。さらに7日には公式 YouTube で生配信を行い、この場で元キー n g リーンチェーの平野市洋人宮寺ゆの合流が発表されると見られるラレッジル。滝沢市は3月にトベを立ち上げ、4月にオーディション開催を発表。 その後は古巣の性加害問題の推移を見守っていたのか、表だった動きをしてこなかった。それが今月に入ると、立て続けのサプライズを演出。ゆくゆくは5月にメンバー全員がジャニーズ事務所を辞めた、イムパクト ORS の合流も確実視されている。 元 V6 の三宅さんやイムパクト ORS は想定内ですが、元キンプリの平野さんをこのタイミングで動かすとは思いませんでした。当初、平野さんはジャニーズ退場後、半年間は休むと周囲に話していたからです。と話すのは、滝沢氏の大胆な動きに驚くスポーツ紙ジャニーズ担当記者だ。 ジャニーズ事務所は性加害問題により、かつての影響を削がれてしまった。未だ一部で忖度文化は残っているが、前世紀に比べれば規模は大幅に縮小。テレビ東京のように、ジャニーズ側に性加害問題の調査結果を求めることも可能になった。前歴者によれば、そうした力関係になること自体本来はありえない。という。 その感激を塗って、今回、滝沢氏が動いたとすれば、勝負手と見てい別のジャニーズ担当記者は、平野さんと陣十字さんは今年5月に退場したばかりですから、ね。一昔前のジャニーズ事務所なら確実に潰していたでしょう。それができないと踏んで、滝沢氏も動いたのではないでしょうか。と語る。事実、ジャニーズ事務所の激震は収まっていない。 発売中の週刊文春は看板タレント木村拓也の某企業の CM オファーが白紙になったと報じている。木村さん自体には何の落ち度もありません。ただ、世界的なクライアントだったり、インバウンドを狙う企業は成果外のイメージを嫌います。木村さんの一件は非常に大きな出来事で、今後ジャニーズタレントの CM 起用が難しくなってくることを意味します。 CM はテレビや映画、舞台などに比べてコスパの良い仕事。そこに影響が出るようだと、他の所属タレントも遺跡や独立を考えても無理はありません。芸能プロ関係者。一方で、騎士改正の言ってもある。新たなスターを生み出せばいいのだ。中でも藤島ジュリー稽子社長が目下熱を上げているのは、関西ジャニーズ JR による6人組ユニット。 えいえ、グループ、だという。グループの名付け親はジャニーンさんですが直接の関与はしていません。事務所はこのグループの正門料記と福本大晴れを猛烈プッシュしています。特に正門は単独で5000ケラ8000人キャパのホールを満席にできると評価されています。 最近、ある人物がキャスティングの件でジャニーズとやり取りしたところ、真っ先に正門と福本の名前が出てきたそうです。テレビ局関係者。テレビ局も熱狂的女性ファンを持つタレントの起用は視聴率に直結するため、前向きに検討しているという。滝沢氏に異いようにやられっぱなしのジャニーズ事務所だが、逆襲の日は訪れるのだろうか。フライデーデジタル。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。